結局なんかアーモンドとかウォールナッツ自体も僕らほら買ってきたらパッと買えるやんか、はい、なんか身を買ってきてるんですよ、ね、あれね、あそこに至るまでのプロセスちょっと動画で見たんだけど大変なんだよねだってくるみとかってあれがポトって落ちてる気がするやんか。でもあれってくるみってさ、なんか外すごいごついボールみたいなやつ、ボールみたいなやつ、そう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 、あれの外腐るまで待つんだよね腐るまで待って、ちょっと半腐りになるまで待って、でも中はほら防御力硬い殻に覆われてるから、あの半腐りになったところをウィーンってなんかね、でっかいコンテナの中に入れて、あのドリルみたいなミキサーで混ぜまくるのよ。でそうするとあのあれするから、中のそのなな外の身は腐りかけてるところずるって落ちるでしょ。でそれをなんかね、あのウォーターガンみたいなやつでチャーって洗って、それで乾燥させた後にどうやるんだろうなと思ったら、やっぱりいろいろやり方があって、そのね、ぐる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 手回しハンドルがついてるなんかで、ね、こう圧力かけながらね、割る機械の中に入れて割るんだよね。でもああいうのってそのすっごい大規模に農家さんがやってるところもあるけど、まあうちの農園には何本か植わってます、毎年たくさん取れますぐらいだと、それに向けてほら大規模化はできないわけやんか。じゃあどうするかっていうと、あのあれしちゃうわけよ、その半手作りっぽい DIY っぽいようなああいうのでね、あの割るわけよ。ほんでさ、それが見てて、そのアメリカ中西部のおっちゃんと思われる人がこうやってるの、ハンドメイドやってるの見るんだけど、おっちゃんそのエンジン付きの機械に巻き込まれて、あんたの脳みそかち割られねえだろうなっていう雰囲気の動画とかがあって、YouTube でYouTube でわーって調べたら、何やってんのよ、くるみ割ってるおっちゃん、なんかパパってなんか機械とさ強引にベルトで繋いでて、でその間木のつっかえ棒とかやってるけど、これおっちゃんその木のつっかえ棒ずれたらさ、そのベルトのやつに巻き込まれたりとかして、おっちゃんが危ないんじゃないのかっていうようなのでやってる人とか、なんかそういうのがいてて、なんか自分らが食べてるウォールナッツってほら売ってるやん、なんかあれね、あれは柔らかい方なんだよね。あの日本でいうところの鬼ぐるみってあるやん、あの日本でいう鬼ぐるみって言ってめっちゃ硬いやつ、あれあんま食べないよね。僕らが売ってるくるみってパリって割りやすいやつやから、鬼ぐるみってめちゃくちゃ硬いのよ。で同じようなやつがね、イギリスとかね、アメリカとかああいうところにもあるみたいなね。あれをで、ああいうの市場に出回れないけど、その家族レベルでとか、その地元レベルで消費する量を賄ってるくるみ、あのファクトリーレベルじゃなくて、ちょっとあのこれ自分たちのファミリーで食うぐらいの規模の、あのくるみ割りの作業みたいなのがあって、あのめっちゃ DIY っぽくてね、これを見た時にめっちゃめんどくさいわけやんか、こんなのやってられないんだけど、まあこれぐらいの作業はみんなやるんだなと、ああやるんだなと。で直にインディアンアーモンド、もしくはトロピカルアーモンドっていうと手割り、みんな手割り、機械化はされていない、うん、あのこうくるみ割り機はこんなん使っても、ま、こんなん使ってる人いない。これで見事にうまく使えてなかったでしょ、うん、あかんねん。作れそうな感じもしますよ、ね、あのやろうと思ったら作れるよ、こっちこの、そう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 、あのね、みんなそれね、そう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 、それあのあれ、くるみ割りブラックウォールナッツね、その向こうのオリングルミを割ってるあのおっちゃんたちは手作りっぽい、いかにも手作りっぽいね、あのくるみ割りのね、あのグリッそう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 、あれでちゃんとサイズごとにアジャストできるやつを作って、あのこんな感じで割ってますってやってた。だからこれもねやれると思うのさ。そのだけどただ問題はここからはいけないのよ。この状態からはやれるんだけど、めっでここ楕円形になってて、こことここをピンポイントでガッて圧力をかけることができれば2つでパカッて割れる。でそれでめちゃくちゃうまくやってる、向こうでめちゃくちゃうまくやってる子供とかおっちゃんとかがいるんだけど、あれはもうね中の構造を完全に知り尽くした状態でナタとか石とかでパカンって割ってるんだよね。でそれは
なんかサイズがまちまちだったりとかね、熟度がちょっとまちまちだったりするとなんかうまくいかないんで、これは一回この皮を最低限ここのね、こっちとあの横はまあ適当に取ってるけど、最低限ここの上の部分とここの部分とね、こっちの部分露出しとかないとどうやっていいかね、よくわかんない。水につけてちょっとふやかすとかって、やれるやれる、それでもやれる、それでもやれるし、あの水にかなで問題はこいつらね、水に全部浮くんだよ。そのウォールナッツウォールナッツブラックウォールナッツの、皮むき、どうやるかっていうんで、水にちょっとつけておきましょう。汚い水ですね、でもいいんです。その、まあ、バクテリアいててあれだけども、まあ、そのバクテリアがちょっと分解を早めてくれますん で中は傷つきませんからってやってたけど、これ全部水に浮くんだよね。桃玉なんて海岸沿いにめちゃくちゃたくさん生えてる木なんだけど、これはその水に浮いてその世界中っていうか、そのこの辺りに散らばっていったんでしょう、おそらく。なのでその必ず水に浮くので、なんともなんかネットに入れてね、ネットに入れてギュッて沈めておけば効くんだと思うけど、で最近ねこれが一番最強だなと思ったのが、落ちた瞬間の実のまだその何、実がまだ乾いてないうちにこの皮をナイフで全部切っちゃう、うん、それが最強だと思った。今もう外で処理してあるやつは大体それをやってやる。ナイフでそのまだこれ今めっちゃ繊維状になって固まっちゃうと繊維質コルク質になってめちゃくちゃ硬いんだけど、この繊維質コルク質がまだ刃物で切れるうちに切ってしまう、うん、そうするとこの状態に速攻でいくから、ここまで来るとほとんどくるみと同じ要領で割っていけるっていう。そう、あのでそういうプロセスを知らなかってここまで来ちゃったらもうしょうがないわ、ラジオペンチでラジオペンチでやるしかないよってやって、で結局何が起きたかっていうと、こういうとことかこういうとこが豆になってさ、いやいやよってなった。なんでこれ風呂があるとしてなんかヒリヒリするぞ、あ水ぶくれになってる、あ、ま、豆できてるよ、しゃあねえなーって言って右手には手袋をしようっていう。